こんにちは、粟田洋介です。最近季節的に梅雨入り前の夏日和がすごく気持ち良いです。なのでちょっと夏らしい絵を描きたいなと思って絵を描き始めました。私が夏らしい絵を描くときは、なんだか涼しげな絵、もしくは熱い熱い情熱的な色を使った絵、なんか夏って感じがします。で、今日も夏らしい絵が描きたいなと思って、こんな感じでスタートしてみたんですが、なんかさっき言ったどっちでもないような感じで、夏をちょっと表現したいなと思っています。結構暑苦しい絵になってきていますが、暑く涼しくという感じにしていきたいと思います。絵が完成しました。オレンジ色の太陽というタイトルです。まあ一応夏を表現してみたんですが、まあ夏の絵である必要もなくて、なんかこのオレンジとグリーン、イエローの組み合わせが面白いなと思ってちょっと描いてみました。なんだか涼しい表現と暑い表現を両方してみたかったっていう感じですね。まあ暑い夏に涼しいっていうのもなかなかいいんですが、私は暑いなら暑いっていう表現も結構好きです。というわけで今日はアクリル絵の具で絵を描いてみました。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。